こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。いきなりなんですが、マスクの下のたるみ、気になってきてませんか？気になってるかもしれません。私が実際にふと気づいたとき、パッてマスクを外して鏡をパッて見た瞬間に、あれ、たるんでないかっていうのがきっかけです。なるほど。で、この小顔矯正方法っていうのを学んで、やってみたのがきっかけです。なるほど、はい、どうなってんの、なんでそういう風になったの。原因が2つあるんですけど、寒くなってきて血行が悪くなるっていうのと、あとはその食いしばりとか表情筋を動かさないっていうのが原因で、筋肉が固まってしまってるっていうのが原因で、どんどんたるんでいくっていうのが2つ原因なんです。なるほど、はい、マスクしてたら顔動かすことがないから、はい、結構こうたるんできやすいってことだ ね。なるほどなるほど、はい、大変なんだね、それを直すのっていうか矯正するのって。意外と、これすごいびっくりするんですけど、本当に数分あれば、手だけあればできちゃいます、なるほどなるほど、はい、やるポイントとしては、リンパを刺激して血行を促進する、そして筋肉をほぐしてあげる、これだけで全然いいんですよ。なるほどなるほど、はい、それはもう本当に数分でできるって感じだよね。はい、なるほど。それをやることによって、マスクが外した後でもお顔がキュッと上がって、肌の色も良くなるって感じだです。くすみもなくなるっていう感じみたいなので、はい、はい、早速じゃあ美咲さんにレクチャーしていただきましょう。それでは動画スタート。今ビフォアがこんな感じです。朝なので結構思ってます。で、早速やっていきたいんですけど、たるむ場所っていうのが、マスクをしているので、ここの頬の上からそのフェイスラインですね、でいつの間にかこう二重顎、痩せてる方でもやっぱりたるんで二重顎っていうのがやっぱり気になる人が最近増えてきてるので、ここをちょっと解消していきたいなと思います。まず血行を促進していきたいんですけど、リンパを刺激していきます。リンパっていうのが、この鎖骨の下と上、それから耳の下ですね、この辺ですね、首とフェイスラインと耳のこのちょうど境目のところにリンパがあります。ここを刺激していきます。ピースの状態で首を振ってます。そして鎖骨の下から内側から外側に少しずつ押していきます。ここが老廃物溜まっている人とか血行が悪い人は結構痛いです。痛気持ちいいくらいで押していきます。だいたい3回4回くらいやってあげて、上に行きます。上はその指のままグッと中に入れます。これも痛い人はめちゃくちゃ痛いので無理せずやってあげてください。これもだいたい3回から4回やってあげます。そして今日は片方だけやるんですけど、耳の下ですね、ここもグッと押してあげます。そして下にスライドしていきます。ここはミュート筋っていうんですかね、わかんないですけど難しくてそんな感じの、ここに筋肉があるんですけど、ここも流したり、ね、指をグッと押してあげて、ちょっと痛いんですけどグッと押してあげて、下に血流を流していきます。これも3回から4回やってあげます。で、これだけでも結構首がすっきりするんです。ここからフェイスラインいきます。フェイスラインはまずここのエラの部分ですね、ここの筋肉をまずほぐしてあげます。指を3本使います。耳の付け根あたりに筋肉があるんですけど、ここを触ってみると結構硬い人は硬いです。食いしばりがある人とか、あと固まってしまってる人多いと思うんですけど、ここ触ってグッと押してあげて、この中の筋肉を動かしたい。前後ろと揺らします。これでポイントなんですけど、この表面をこう動かすと摩擦になってしまって肌荒れの原因になってしまう。なのでグッと押してあげて、筋肉をイメージして動かす、これ気をつけてあげてください。で、少しずつ下に動かしていって、ちょうどフェイスラインの骨の部分までやっていきます。これもだいたい3回から4回繰り返していきます。そして次、顎のフェイスラインの骨のこのくぼみですね、こ
こを親指でグッと押していきます。指が入らない人は上を向いてグッとはめてあげて下を向くとはまります。これを動かしながら顎の先まで動かしていきます。これも繰り返してあげてください。そしてフェイスラインをリフトアップすることは、今度はさっき上から下に下げていったんですけど、今度は下から上に持ち上げて、この時爪が長い人はここの骨を使って持ち上げていきます。指でいける人は指で持ち上げてください。このまま持ち上げていって少しずつ上に持っていきます。片手で厳しい人は反対の手でちょっとずつ持ち上げていきます。で、頬骨まで来たら少し時間を置きます。10秒くらいストップです。そして手のひらで押さえてあげてぐーっと持ち上げてください。その時に少し円を描いてあげると血流も良くなります。で、これだけでも結構上がってると思います。次は頬肉ですね。ここも筋肉があるのでまた動かしてあげてほぐしていきます。頬骨の下の部分ですね、外側に向かって、上の部分、外側に向かって、で、この時ちょっと持ち上げてあげるとリフトアップ効果になります。で、最後にここですね、目の上を持ち上げてみる、全体をこう持ち上げるイメージで眉毛上からぐーっと持ち上げる。顔がいびつなんですけど、こんな感じで持ち上げていきます。これ本当は両方同じテンポでやっていくのであれなんですけど、ちょっと片手だとちょっと変な顔になってると思います。グッと持ち上げて、で持ち上げた後に目を見てあげると左右のだいぶ開き方が変わると思います。これを夜お顔の保湿とかケアをした後に寝る前にやってあげると、朝のむくみも全然少なくなるのでやってあげてます。朝むくみやすい人は朝メイクする前にちょっと時間があればやってあげるとより効果的かなと思います。はい、ということでね、はい、いい感じになりましたかね、はい、僕もちょっと今横でやってたんですけど、はい、まあ痛いですよね全然筋肉動かへんなみたいな感じです。凝ってるんだよ動かしてないからこうなる。動かしてないですね、うん、あんまり笑わないんですか？いや、笑ってます笑ってます、うん、そうですね、片方だけやったんですけど、それだけでもだいぶなんかちょっと左右の違いがあるので、うんうんうん、気持ち悪いです。早くこっちやりたいって感じなるほどなるほど。でも本当これ毎日やったらいいって感じ、はい、そうですね、一回でも結構その血行が悪い人は変わりやすいんですけど、うん、ちょっと私毎日やってるのであんまり変わりやすいかもしれないです、今日のは。じゃあまあ、はい、やってない方ぜひ一回試してみてください。一回でも結構変わると思います。なのでね、まあ、大事なデートの前だったりとか、はい、まあ日々やるのももちろんベストかなと思いますので、ぜひ参考になさってみてください。はい、今日もね、動画を最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。